バランパン、トゥルトゥルトゥル、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 イージーアスパイ。はい、皆さんこんにちは、千春へようこそ。今日はですね、南青山にある、お米ブランというお店に、今から行ってきたいと思います。And your smile is the icing. Loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? はい、ということでお店がこちらになるんですけど、めちゃくちゃおしゃれですね。米ぬかの商品、今話題ですよね。すごい米ぬか。そうですよね、結構現場とかで、お話になるのは、メイクさんとかに結構ね、肌が、ちょっとこう荒れちゃったりとかする時とかは米ぬか取ったりすると美容にもいいしとか、あとお通じとかに良かったりするよっていうのを聞いて、それで私こちらの、そう、飲める米ぬかは、そう、前回の動画でもスムージーに入れたりとかして、はい、拝見しました。ありがとうございます。そう、飲んでてやっぱりお肌とかにも良かったりするんですよね。そうなんです。米ぬかがもうスーパーフードと言われておりまして、玄米の周りの茶色い部分を粉末状にしたものなんですけれども、その玄米の8割の栄養素が米ぬかに含まれていると言われているぐらい、もう本当に栄養は豊富になってます。他にもなんかいろいろな商品が、あって気になるんですけど、この辺はオイルですか？はい、そうです。圧搾の米油になっております。すごいですね、木箱に入って。そうなんです、なんかギフトとかにも良さそう。すごいおしゃれ。ありがとうございます。可愛い。これは全部同じ種類ですか？銘柄が、こちらの店舗では6種類取り揃えているんですけれども、銘柄別でこうオイルを絞っているのは私たちだけなので、他にないプレゼントということでも、ギフトとしてもお喜びいただいております。でも銘柄によって全然味も変わってくるんですか？そうなんです。もしよろしければこちらに、米油について、米油ができるまでの流れなどもございますので、このタンクは 何ですか？独自の私たちがオリジナルで作ったオイルサーバーになっておりまして。オイルサーバーだって、この中にオイルタンクと窒素しか入ってない状況で、酸素が一切入っていないので、本当にこう充填した時から酸化が始まるといいますか、フレッシュな状態でご提供できるような仕組みになっております。銘柄別でこう絞っているので、それぞれの銘柄別の風味っていうのも感じて楽しんでいただけるような仕組みのオイルになります。また試飲を飲み比べということもできますので、されてみますか？ぜひ。はい、やりたいと思います。そこ違うんですね。お米も食べた時に甘みとかと粘りとか、違うじゃないですか。その油も、違うんですか？全然違う。お待たせいたしました。はい、北海道のビリカです。はい、お米は食べたことあるんですけど。あ、そうなんですね。ビリカのそういうのは初めてです。いい香りする。香ばしい香りが、甘いお米のいい香りしますね。いただきます。はい、宮城の一目惚れ。はい、
とも違って、はい、なんかよりさっぱりっていうか、はい、そうなんです。なんか全然クッといけますねなんかオイルの印象が変わる。本当にすごい癖がないので、はい、さらっとしてて、しかもこれで健康的になれるんだったら飲みやすいし、飲みたいってなりますね、はい。他にも、はい、ね、コスメとかもあるんですね。こちらは全て米油を使用しております。はい、待ってください、このボディオイルって、はい、もしかしてこの米油が入ってるんですか。そうです、米油がたっぷりと入った。すごい出力に特化したボディオイルになります。香りもいろいろあるんです。4種類香りがございます。気になります。天然由来成分 100% のボディオイルになるので、はい、非常にお肌に優しい、はい、オイルです。マッサージオイルとかヘアオイルとかお使いいただけます。ヘアにもいいんですか。はい、ヘアでも大丈夫。そっか、どれが一番この中だと人気ですか。リトセアって柑橘系の香りがあるんですけど、そちらが一番人気になります。これ試してみていいですか。あ、はい、ぜひ。結構伸びがいいので。めっちゃいい香り。あー、すごいさっぱり柑橘系の、はい、すごい。あ、すごいしっとり。この香りに癒されますね。いろいろレシピもこうやってあるのいいですね、はい、そうなんです。米ぬかと米油はもう幅広くお料理にお使いいただけるので、はい、おしゃれなメニューがいっぱいありますね安納芋と甘酒のタルトとか。甘酒って私飲む以外あんまり使ったことがないんですけど、デザートにこうやって使えるのもいいですね。また今日はちょっとはい、こちらのレシピにはないものなんですけど、はい、米ぬかを混ぜた米粉のパンケーキを実際にご一緒にお作りできればなと思っておりまして、はい、パンケーキにも合うんですか。はい、合います。ぜひ作ってみたいです。はい、ぜひお願いいたします。はい、お願いします、はい。こんな感じで、米ぬかを使った、はいはい、ベリーのパンケーキが完成しました。めちゃくちゃ美味しそう。そして今日は特別に店舗でもね、はい、購入できるこちらのスムージーと一緒にいただきたいと思います。こちらキイチゴベリーです。キイチゴベリーのスムージーです。はい、すごい、今日はもうベリーがたくさんですね。めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。すごい、もちもち。もちもちです。うん。美味しくできました。いいですね、米粉と。はい。米ぬかの香ばしさがめっちゃ合います。よかったです。美味しく仕上がりました。ねえ。結構、健康になれるものだったりとか、美容にいいものって、ほんとちょっとこう我慢してとか、なんか苦いけど我慢して食べるとか、そういった印象がそこあるけど、米ぬかってね、なんかきな粉みたいな、はい、なんかこれだったら入れたくなる米ぬかねえ、これお家でもやろう。絶対ママも好き。子供にこう作ってあげるものでも栄養素高かったりとか、それで美味しいもの、やっぱ作ってあげたいから、はい、ねえ、ちょっとスムージーも飲みたい、はい、いただきます、はい、あー、美味しい。めちゃくちゃ濃厚ですね。ベリーたっぷり入っているから、米ぬかもこれも入って。そうなんです、 10g たっぷり入ってます。そうか、はい、あと米油もこの中に 5g 入っているので、森山さんの YouTube でご紹介
紹介していただいた人参と甘酒のスムージー、あれもすごい美味しそうだなと思って、見てもらえるんですか、嬉しい、美味しいんですよ、ちょっと歯ごたえがある感じが、そうなの、美味しいですね、人参の食感ちょっと残してて、はい、やったんですけど、そうか、今日あの、ね、来て思ったのは、はい、あれに米油も入れたらもっと美味しくなるし、はい、もっと栄養価が高いスムージー作れるんだなと思って、はい、うん、米油をプラスで、はい、もう視聴者さんは30-40代の女性がすごい多いんですよ、なのでなんか健康になれるけど美にもつながるのが、うん、もう大好きな方が多いんで、これ本当おすすめです、めっちゃ美味しい、モアに今日ね、お土産を買って帰ろうと思って、お米屋さんの米ぬかベイクド、そう、これがね、すごい絶対モアも好きだと思ったんで、これをちょっと選ぼう、うんね、なんかお菓子食べててもさ、健康的になれるっていうのが、なんかお母さんとしても娘にね、選ぶというか健康にもいいしっていうね、それと、あとは、本当いろいろね、気になったのがあったんですけど、やっぱり、あちらの米油を、ギフトに入れたいと思います。オーダーしたら、どこでもなんですね。直接オイルいただけるんですね。皆さんこんにちは、モアです。いつもお母さんがお世話になってます。で、今日はそう、今日はプレゼントがあるって、そう、今日はですね、モアにプレゼントを、買ってきました。じゃーん、もうね、これはね、絶対ね、はい、モアが好き。まず、じゃん、お米屋さんの、米ぬかベイクドということで、こちら、そう、めちゃくちゃね、美味しかったの、うん、なんかね、しっとりしてて、なんかフィナンシェみたいな感じ、うん、そう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 、で、なんかね、栄養素も高くって、そうなの、そう、可愛いよね、健康にいい、しかも美味しい、このベイクド絶対もう好きだと思って、なんかいろんな種類があるのね、そう、好きなのちょっと皆さんにご紹介してほしいなと思って、これ本当に美味しいはい、そう、パッケージも可愛くない、どれがいい、こうなってて、そう、中もちょっとこうお米の形になってるね、うん、田んぼアート的な感じで紹介しましょうか、うん、と、うん、プレーン、うん、ビーツ、うん、抹茶、うん、紅茶、うん、ショコラの5種類、そう、5種類ですね、今日はもうどれですね、じゃーん、うん、ショコラ、ショコラ、これかな、これかな、オッケー、はい、そう、形も可愛いからちょっと開けて、食べてみて、うん、味もね、美味しい、なんか、そう、プレーンを食べたんだけど、ほんとこのしっとり加減がやっぱ米油が入ってるから、なんかね、ちょっと潤いがある、あのね、そう、しっとり感がすごいいいよ、生地も美味しかった、形がね、可愛い、可愛いよね、お米の形をした、はい、はい、いただきます。うん。確かにしっとりめだね。そうでしょ、うん、ね、美味しいよね。好き、こういうの。ね。で、プラスちょっと甘さ控えめじゃない？なんか 甘、うん、甘すぎずいいよね。香ばしいって感じする。うん。あと香りも良くない？お米のちょっと香りしない？ね。はい。で、続いて、この商品も。うん、そう、次、もうこれもね、すごいね、私がもう気に入ったの、こちらのボディオイル、じゃん、拡散、あ、こうやって、こうやってこうやってボディオイル、これがライスブランオイル、ボディオイルって言うんだけど、ほんとね、あの米の油がね、使われてるオイルなんだけど、紙でもいいし、うん、ボディでもいいんだって、で、柑橘系のめちゃくちゃ爽やかないい香りがする、これぜひちょっとさ、だうん、そう、保湿大事でしょ、保湿、うん、私はね、ちなみに追加で、これは自分用に、そう、飲める米の中、これは追加で
もうママもう3箱目ぐらいじゃない、飲んでて、ヨーグルトに入れたりとかさ、スムージーに入れて、家でも見たことあるでしょ。そう、これはもう私がもう引き続き飲みたいと思うし、パンケーキとかにも入れてもいいんだって。だからそれでまた作ってみよう。うん、どう香り。あー、めっちゃいい匂いする。ほら、絶対好きだと思ったの。そう、香水みたいに使ってもいいんだって。で、肌も潤うし、そう、ちょっとオレンジっぽいっていうかね、すごい爽やかな。あ、めっちゃいい。そう、香りがしてめちゃくちゃおすすめです。これ髪の毛でも全部いいんだって。だ、あー、すごい、めっちゃいい香りする。髪の毛につけたら髪の毛もちょっとこう爽やかな柑橘系の香りがするし、そう、すごいおすすめのこちらオイルです。こういうね、健康的でしかも美にも良くてっていうものがいっぱいあったから、もうちょっと満たすぐに行ってみる。はい、じゃあこんな感じで、今日のチハルーム最後はモアとお送りしたんですけれども、皆さんよかったら、グッドボタン、グッドボタン、チャンネル、なんか出せないとこに、チャンネル登録、チャンネル登録、グッドボタン、グッドボタン、グッドボタン、そしてあとコメントも、コメントも皆さん、うん、お願いします。引き続き皆さんチハルーム見てもらえたら嬉しいです。ではでは、また次のビデオでお会いしましょう。イエーイ。